分配調査は厚生労働省が税や社会保障制度による所得債分配の状況を調べるために実施している調査である。1962年度から3年に一度実施されており、2020年8月時点で最新の調査は2017年7月13日から同年8月12日までの1ヶ月間調査が実施された所得と税。 社会保険料負担等に関するものである。当初所得とは、所得税や社会保険料を支払う前の雇用者所得、事業所得などの合計、公的年金などの社会保障給付は含まれない。再分配所得は、当初所得から税や社会保険料負担を控除し、公的年金などの現金給付と、医療、介護、保育などの現物給付を加えたもの。 等価所得とは、世帯の所得を世帯人数の平方根で割ったもので、ある。1962年以降の再分配前と、再分配後の時に係数推移ただし、世帯人数数を考慮に入れた補正は行っていない。右上図は、1962年以降の再分配前後の時に係数を、同じく所得再分配調査によって表したものである。表は、下のようになっている。 当初所得の時に係数の上昇傾向は長期に続いており、1990年度調査では0.4334であったが、2017年度調査では0.5594に上昇している。一方、再分配所得の時に係数は、1990年度調査の0.3643から0.3721へと、わずかに上昇したのみであり、 2005年度調査では0.3873と1962年以降最も格差が拡大していたが、次回以降の調査では縮小し0.37台で推移している。所得再分配調査の当初所得の時に係数上昇に対しては、これを日本社会の不平等度の上昇によるものであるとする意見と不平等度が上昇しているわけではないとする意見が対立している。 所得再分配と時に係数上記の時に係数とは別に世帯人員数を考慮した時に係数の推移は右数のような推移となっている。世帯人員を考慮する理由は生活水準を考えた場合同じ年収でも単身男性者と4人家族で生活する場合生活のあまり誘導が異なるためである。そのため世帯人員数の違いを調整するため 世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った値を10所得としている。そして、右数はそれぞれを示しており、以下の可表のようになっており、2017年度調査では、前回調査より拡大しているものの2005年度調査より、縮小傾向であり、10再分配所得のジニ係数は0.3119となっている。ジニ係数は、所得分配の不平等度の指標であるが、 その解釈は単純ではない。高齢者が増加すれば、無職で所得のない世帯が増加するので、辞任係数は当然悪化するが、これが不平等度の高まりであると解釈することには、異論がある。また、世帯の規模が異なれば所得水準が違っても、生活水準が違うとは限らない。例えば二人世帯の所得水準が五人世帯よりも少ないからといって、 所得分配が不平等であるということはできない。高齢化の進展による高齢単独世帯の増加や各家族化、少子化による世帯規模の縮小傾向などによって世帯構成が変化していることも字に係数が上昇する要因となっている。ありがとうございます。